はい、皆さんこんにちは、ワナリノリテシです。プレーキュースピリッツ2015のですね、高橋由伸選手兼任コーチを見るジャイアンツでのプレー、続きをやっていきたいと思います。今日からはですね、セパ交流戦のオリックスとの一戦ですね。ジャイアンツの先発は沢村、バファローズがディクソンという一戦です。早速始めていきましょう。ディクソンですね、ストレート149キロで、あと K カーブって何でしょう、カツオカーブかな、まあ、あとカットボール、縦のスライダーにサークルチェンジというところです。で、吉野部は3番のライトでの出場です。吉野部ね、前回の楽天戦の第1戦では森から、猛打賞というところだったんですが、まあ、第2戦のエースの則本、第3戦の松井裕樹からは、まあ、あのヒットなし、快音なし、そういう状況になりましたので、このね、オリックスとの一戦、ディクソン、まずはきっちりヒット1本、2本、打っていきたいと思います。これから東京ドームです。セパ交流戦、読売ジャイアンツ対。さあ、まずはですね、東京ドーム、巨人は裏の攻撃になります。まずはジャイアンツの先発、オリックスのね、1回表の攻撃になります。1番平野圭一、つまり打者を打ち取る確率を上げるためには、最近もし当たってますね、3割5分打ってます。ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。2ボールから沢村、第3球目つくことができるんでしょうか。打ちました。これはセカンドの亀井がさばいています。でですね、ちょっと確認してみると阿部が一塁に入ってますね。で、8番にキャッチャー小林というオーダーになってます。さあ、1回の裏、ジャイアンツの方はワンアウトランナー一塁で、3番高橋由伸に打順が待ってきています。ミッサー、30本目前となりましたね。まあ、ここで決めたいですよね。そうですね。さあ、30号となるのか。サークルチェンジから入ってきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ、何を狙って、これはどうだ。これまで同じ球だと思います。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。あ、これはダメかな。伊藤井が抑えますね。なんでしょう、ちょっとねボールわかんないんですけど、カーブ系の球だったように思います。さあ、オリックスに先制を許した。3回の裏、ノーアウトランナー一塁三塁。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入っています。ここは期待していいと思いますね。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。まあ、ここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど。まずはストレート、ボール球から入ってきました。ここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。ナックルカーブですね。あの K カーブっていうのはナックルカーブのことですね。ちょっとこのナックルカーブは打てそうにない。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は4割6分5厘となっています。すごい数字ですね。うわ、空振り三振。ナックルカーブ打たれ、厳しいな。さあ、とはいってもジャイアンツの勝ち越してますね。ここはね、本当にヒットそろそろ1本打たないとまずいですね。さあ、勝ち越しに成功し、なおもこれはよし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 、ランナー帰ってこい。バックホームする、センター前ヒット、高橋ヒットが出ます。久しぶりのヒット、ちょっと会心の当たりではなかったんですが、まずねヒットを打ったっていうのが大事ですね。試合の方はオリックスに逆転されて、6回の裏、ノーアウトランナー二塁一塁でディクソンがまだマウンド上にいます。ある程度ボールを見ていってもいいかもしれませんね。さあ、ジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。次はストレートで141キロ内角。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。これナックルカーブの軌道が頭にあると他の球がちょっと打てないんで、ナックルカーブはもう捨てます。よし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 、これストレートですね。
ホームへ、ライト前ヒット、これでマルチヒット。宮本さん、ノーアウト満塁になりましたか。バッターボックスには代打の中井。さあ、なんとか逆転したいですよね。いや、当然試合をひっくり返してやる、そんな気持ちで。なんで4番阿部に代打を送ってんだろう。ここはぜひ決めておきたい。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。なぜでしょうね。ボールになります。これは低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インコースの変化球を見ています。次が5球目。わあ、ここは空振り三振ですね。ランナー返すことができませんでした。で、5番は長野だったかな。バファローズ、ここでピッチャーが変わります。バファローズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、ディクソン、ここで降板です。さあ、そして打席には長野が入ります。さあ、長野、まあ、チームとしてはいいところで彼に回しましたね。比嘉の1球目はボール球から入りました。まあ、チームとしては最悪でもどう。変化球打っていった。これは3塁までいけるか。いずれね。ボールは中継。オッケー。ランナーがホームに帰っていきました。ジャイアンツ逆転だね。しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ストレートかな。逆転に成功しています。いや、スライダーっぽいですね。握りを見てたり。ここで逆転に成功。試合中盤。お、ただ2アウトランナー3塁1塁で今度はピンチの場面です。バッターは2番、川端マスソンかな。連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。バッターは川端。さあ、1打出れば同点という局面。このピンチここは空振り三振ですね。バファローズの追撃を許しませんでした。さあ、由伸もう一回回っていきます。さらに1点加えて6対4と2点リードに状況が変わって、高橋を調べ、2アウトランナー2塁。バッターボックスには高橋が入っています。透明大輝でいいんですか。読み方ちょっと初めて見る投手ですね。ストレート150キロ、スライダー、フォーク、ドロップカーブですね。透明大輝、読み方合ってますか。それはツーシームとカットにフォークボールを持ち球ですね。傾向としては速球中心というのがスコアラーからの報告になってますので、まあ、速球系待ちましょう。さすが150キロのストレート。今日ヒット2本打ってるんでだいぶ気持ちは楽ですね。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ストレート、今のストレートはちょっと打てる気がしません。ここまで全球ストレート、しかもインコースにストレート、低め、あとボール球の高めっていう感じで完全にね、内角攻めですね。これが4球目。インコース低め、これも内角のストレート。さあ、バッター追い込まれています。うわ、最後はフォークボールかな。ファウルボールです。うわ、ちょっとフォークボールが頭に残ってしまいました。うわ、試合は乱打戦だな。最後はジャイアンツが、さよならですか。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、ほんと壮絶な打ち合いのゲームになりましたね、最後は。さあ、各試合
結果はこのような感じですね。オリックスの第2戦の前に、インターホンが押されてどうしたんだ。お、やった。これなんて読むんだろう。ゆりはまさんかな。すごくかわいい。家に来て調理もしてくれんの。お願いします。いやこれ頼むよ。またあの食材持ってくる、来てもらうために仕事頼みましょう。この後ね、とりあえずマエストリが先発です。阿部がファーストに入ってますね。キャッチャーは小林。なんかね、ちょうど逆転してますよね。この前までは阿部が何て言うんでしょう、捕手だったんですけど、今ファーストに入ってますよね。リアルプロ野球では今まさに阿部が捕手をやってますけど、このデータのアップデートのタイミングがやっぱりね、最新というかそのリアルタイムではないので、東京ドームです。ちょっとずつずれていくんですね。まずはジャイアンツの先発、ジャイアンツの先発は杉内です。オリックスの一番バッターは平野球一。やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がって手探りで入って、初球打ち、これはどうか、外野落ちるか、取れないね。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出す。ああいうボールどうやって取ったらいいんだろうな。まあ、三塁まで進まれなかっただけ良かったとは思うんですけどね。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。まずは失投が来ました。目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。まあここは球種コースを絞って狙っていくカウントですね。ボールになるスライダー、キレがありますね今のスライダーね。オリックスが3点リードしてます。次の球は何を投げてくる。さあ4球目は何か。どうだ、これは打ち上げました。今一つ伸びがないから掴んで3アウトです。ちょっとボールの下を叩きすぎましたかね。一伸びかけたというところでした。さあ回は進んで3回の裏、オリックスが2点リードでワンアウトランナー3塁1塁、チャンスの場合繋いでいますから、ここでしっかり得点して差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですよね。フォークボールかな、縦のスライダーですね。クリーンアップですし、点差を考えると犠牲フライでは物足りないですね。そうですね。縦のスライダー切れあるな、マエストリー。わー、150キロのストレート。ここは絶対抑えたい場面です。右方向、浅いフライ、タッチアップはどうか。さあサードランナーはどうする。帰ってこい。落下点に入ります。帰ってこれないか。犠牲フライにはなりませんでした。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。ちょっとホーム突入してくれてもよかったかなと思うんですけどね。まあ糸井だったんでやめたっていうのもあるかもしれません。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。これはダメだな。センターへ。ツーアウトランナー一塁と変わります。さあもう一回回ってきますか。ツーアウトランナー三塁、ここは本当に一本ヒット打ちましょう。バッターは東明大輝。まあ残りイニングは少ないんですが、最後まで諦めない姿勢を見せてほしいですね。フォークから入ってきましたね。バッターボックスの高橋、今シーズンの打率は追い込まれた。6分となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手ですね。ここもやってくれると思いますよ。どうだこれは。さあどうだ、ツーベースになるね。サードランナーホームイン。
バッターランナーは二塁でストップ。1点返しましたジャイアンツ。もう一回回ってきてほしいけど回ってこないな。お、回ってきた。よし、もう1点取りましょう。今画面に出ているのが先ほどの配球です。3点ビハインドですけども、まあ、クイックは速いピッチャーですから、ヒラーなんですね。ストレート154キロ、フォーク。ストレート154キロ、フォーク。もうストレート1本ですね、これは。わあ、デッドボール。デッドボールだ。当たってしまいました。ちゃんとペコリってしますね。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが、マエストリーがね、要所要所をきっちり締めた、そんなゲームですね。まあ、杉内が初回から3点取られちゃったっていうのがね、響きましたね。パリーグの、まあ、オリックスが1位か、現実ではオリックス最下位ですけど、このプロスピ上ではやっぱり戦力通り1位をひた走ってるっていう感じかな。そう、しまった。あのフードトレーナー呼ぼうと思ってたのに忘れちゃいました。まあでも次の楽しみに取っておきましょう。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セパ交流。さあ、まずは1回の表守備機会からですね。大竹、まずはジャイアンツ。ジャイアンツの先発は大竹。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、ここは空振り三振です、ね、ワンアウトです。ただオリックスが1回の表また3点取ってます。大竹3点取られたんだな。さあ、そして吉高はちょっと投手のデータ確認しましょう。吉田はストレート147キロ、高速スライダーにフォークボール、この辺りが得意の持ち球球種になりますかね。そうですね、うん、危ない。初球ボール、デッドボールになりそうな、そんなボールが来ました。フォークから入ってきた。これもインコースですね。インコース変化球、決まりません。2球続けてきました。ボール先行です。おお、これはスライダーかな。ゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を狙っているか。ストレートだった。落ちる球を持ってきました。フルカウントになりましたね。3ボール2ストライクから打ちました。レフトへ打球伸びる。これはレフト平凡のあたり。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。さあ、回は進んで3回の裏、2点ビハインドの場面で2アウトランナー3塁1塁、チャンスで高橋由伸。ここ一球に期待ですね、まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、期待を持っていいんじゃないですかね、このチャンスに期待がかかる高橋がバッターボックスです。第2球を、さあ2球目は何か。わー、このコースは打てない。
あそこのストレートは打てないな。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は4割、初めて見せる球ですね、スライダー。すごい数字ですね、これもスライダーですね。あそうですか、これでフルカウント。どうなるか。ここからは確実に狙っていきたい。オッケー、抜けた。一塁間抜けた。サードランナーホームイン。タイムリー、ライト前タイムリーですね。ジャイアンツ。これフォークボールですね。点差を縮めます。いやここでね一気に攻めたいですね。これで1点差に縮まりました。さあ4番阿部。も続きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の阿部が入っています。センターへ持っていった。あただ掴んでスリーアウト。センターが追いつきました。これまたフォークボールだ。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ回は進んで、オリックスが追加点を挙げてますね。点差が3点と広がってます。こちらが先ほどの配球になります。インコースを狙われるな最近。これもインコースですね。変化球ボールになります。ボール先行です。あーしました。セカンド取る。甘い。おっと送球がそれた。甘いカーブだったんですけどね、ちょっと打ち損じてしまったかな。さあさらに1点追加されて4点ビハインドと変わってます。バファローズここでピッチャーが佐藤達也に変わりますね。さあジャイアンツ点圏にランナーを置いています。佐藤のデータちょっと見ましょう。ストレート153キロ、高速スライダー、まあ、この2つの球がもう本当に得意の球種ですね。あとフォークボール、サークルチェンジにスローカーブ、ツーシームに縦のスライダー、カットまで持ってると。もう抑えのピッチャーを任されてもおかしくない、そんな感じですね。このストレートとスライダー打ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ。いやーセカンドフォースアウト。今のは何だろうな、多分ストレートだと思います。1点止まりですね。最後もう1点追加しましたけど、ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念。糸井にホームラン2本打たれてるんだな。お、山本さん、マサが投げたんですね。さあ、というわけで、今回はですね、オリックスの3連戦をお届けしました。高橋由伸はね、ホームランこそ出なかったものの、まあ、コンスタントにヒットを打つことができたので、まあ、良かったかなと思います。次回はソフトバンクとの3連戦をお届けしていきたいと思います。そちらの方もお楽しみに。